アフレコの意味でダビングと呼ばれるが、本校では日本における前社の記録の複製について述べる。日本の一般消費者の間で使われる意味合いとしては、大きく次の二つに分けられる。コンパクトカセットや VHS などの記録内容を2台のデッキを接続して複製したり、CD ラジカセなどを用いて、音楽 CD をコンパクトカセットミニディスクに録音することなどを指す。 DVD レコーダー BD レコーダーでは、ハードディスクドライブに録画した映像を DVDBD メディアに転送することをダビングという。必ずしも複製とは一致しない。放送済み番組のダビングを、家族、友人以外の他人に譲渡することは著作権法に違反する恐れがある。キー局よびローカル局のウェブサイトでは、番組のダビングは著作権法等で禁じられているため、 どのような事情であっても、一切応じかねる胸の表示をしている。パーソナルコンピュータを使って、CD や DVD を複製する場合、ダビングという言葉はあまり用いられない。CD、DVD の内容をハードディスクに複製する、ことは、リッピング、CD、DVD を、ブランクメディアに複製する場合は、コピーと呼ぶことが多い。また、いずれのケースでも、 バックアップと呼ぶことも多いが、意味合いが多少異なってくる。ありがとうございます。